整が整ったようです。さあ午後になりました。最終第12レース A 級決勝発走、スタートは7番の金子兼久、最外からまずはポンと飛び出していきました。2番手以降距離ありまして、1番の三好陽一、そして3番の平原啓太、2番の古川隆之、5番藤原博史と続いています。6番の平川慎太郎が6番手最後尾、4番車米柴圭介の序盤戦です。3番の平原が位置を先頭まで上げていきます。準決勝戦柿本にまさかのアクシデントもありまして、この決勝は自分でやるメンバーになりました。水槽は7番の金子、準決勝は後輩ミラの奮起からの勝ち上がりであります。東日本ラインが前段です。そして位置を上げてきました。4番車の米島、3番手隊列に加わったところで2周回目、米島は準決勝戦力づくでまくり上げた連勝での勝ち上がりです。水槽は1番の三好陽一、初連携、そのパワーから絶好位となりますでしょうか。このポジション5番の藤原が後ろ固め、三好とのサイドの連携決勝戦です。6番の平川、2番の古川、準地元佐賀両者です。準決勝戦鋭くまくったその足で、さあどう組み立てていきますか。初手は後方の6番の平川、いかなる作戦を与えたか。2番古川隆之、追走まで、この佐賀両者が4コーナー回るあたりで動きを見せて一列5乗崩れています。6番の平川がスーッと車を前と進めていきまして、まずは3番の平原の前切っていきました。東日本勢は車を引いて、今度は4番の米島上昇。さあ4番の米島がゆっくり車を進めていきます。6番の平川は出します。中四国勢3社が前に出て、打賞の3コーナー、中段のインコースが佐賀コンビ、アウトコースが東日本勢。6番の平川は4番手、この位置にこだわっていくか。そして3番の平原もさあこの中段位置は確保したいところ。こうなれば4番の米島、中四国勢にかけやすい展開となりました。1番の三好すんなりの番手、そして5番の藤原3番手、中段並走から3番の平原が仕掛けていくんですが、前のかかりは上々で容易にはまくれません。そして佐賀勢内に詰まる展開、続いて2センターから4コーナー、4番の米島、追走マーク1番の三好、そして5番の藤原も一伸び狙ってくるが、3戦の争いどうか。1番の三好と5番の藤原、四国勢によります優勝争いとなりました。最終第12レース A 級決勝、今は種をまく時期だというコメントも出ていました。4番の米島圭介、逃げに逃げたり中段も連れてくれてなおよしの展開。こうなれば四国マーク陣の伸び比べ、非常に際どい争いとなりました。1番の三好か、あるいは5番の藤原か。審判からの決定放送ありますので今しばらくお待ちください。そして3着争いは4番の米島がどうやら残っている様子。中四国勢の上位独占か、1着争いは大接戦です。第12レース A 級決勝、実況放送でお伝えいたしました。